巻東城の戦いは、元気4年2月から7月にかけて行われた、織田信長と室町幕府第15代将軍、足利義明の戦い。義明が敗れて、京都から追放され、室町幕府は実質的に滅亡した。この戦の後の7月28日、元気から天正への改元が行われた。A61 年9月、織田信長に要されて上落し、 室町幕府第15代将軍に就任した義明は、当初は信長と協調関係にあったが、将軍権力の抑制を図る信長の一連の動き1月に、信長が出した電柱を起きて等により次第に信長と対立するようになり、元気3年9月には信長から義明に17条の意見書が突きつけられ、両者の対立は決定的になる。信長後期によれば、 この時期にはすでに義明が信長に対し反抗する意思を有していたことは明白になっていたとされている。ただし、近年の説として義明が信長に対し反抗する意思を明確にしたのは、三方ヶ原の戦い以降のことで、朝倉義景、武田信玄らによって構築された反信長の動きに義明が後から乗ったとする説も有力視されている。義明は、 浅井長政、朝倉義景、石山本願寺などを先導して、信長を攻撃し、元気3年10月、これに武田信玄が加わったが、信玄の体調が悪化し、元気4年1月頃に武田軍の攻勢が停止している。一方、義明は二条城の周囲に新たな堀を巡らし、弾薬を運び込むなどしていた。この頃、伏見城の三淵藤秀が、 小田方についた、いぼて細川藤高の昇流事情を襲撃しようとしたと、される。また、淀城には、足利義明の重臣となった、岩成智道が入っており、大江の今方た、石山には、山岡湖城院、磯谷久次、渡辺正良を入れ取りでを構築していた。信長は義明に、朝山日常島田秀光、村井貞勝らを使者として送り、 娘を人質にすることを条件に和睦しようとしたが、吉明はこれを認めなかった。信長側は、もし和解せずば、兵力を尽くしてきたり、遠焼き、人地に委ねんとして、今語った,た石山取を攻撃することを決めた。当時、ケにいてこの様子を目撃したルイス・フロイスは次のように記している。彼らは、彼が、 久保様を討伐するために軍勢を招集していると、菊や稲や、急遽、わずかの辞書を隔てていた状況、並びに、下行から立ち去った。一里にわたる市街の混乱や動揺する情景を眺めるのは恐ろしいことであった。すなわち、日夜見るものすべては混乱以外の何者でもなく、人々は火災を引き、不女子や老人は都に近接した村落に逃れ、あるいは、 子供たちの手を引き、腕に抱いて、どこへ行くべきかと方にくれ、泣きながら、支中を方向するのであった2月20日、信長は、柴田勝家、明智光秀、庭長秀、八谷頼田から4章を派遣、24日に、瀬田から、琵琶湖を渡り、石山砦に攻撃をかけた。守備隊には、山岡工場員が率いる、伊賀州、高賀州が在番していたが、 砦出がまだ完全に出来上がっておらず、26日に降伏して退却、4章は砦出を取り壊した。続いて29日に4章は今片田砦出を攻撃。午前8時頃から明智光秀が東から船で、には、八夜は、南東からそれぞれ攻めかかり、正午頃に明智隊が突入し、勝利した。光秀はそのまま坂本城に入り、他の3章は帰還した。 この戦いで鳥毛側は死者五百人、負傷者千四人を出したとされる。ここでついに、足利義明自身が、松永久秀や三好義継、三好三人衆らと結んで挙兵し、公然と信長と戦う姿勢を見せた。これを受けて、刑には次のような落手が立てられた。数、色とやしたひたてしがいも泣く痛くも花を、雨の打つ音を打つ音がすることだ三月十一日には、 高山智モテルに切られた高月城主の和田惚れ長が、三淵藤秀の伏見城に逃げ込むという事件が起きている。3月25日、信長は、足利義明の兵を撃つために府を出陣した。しかし、刑では、武田信玄は3から4万人を率いて、信長に近づいている。朝倉義影は、もし信長が刑に来れば2万人を率いてその背後を襲うと公言している。 三好軍と石山本願寺勢の経営1万5千人が経営に向かっている赤井直政が吉明方として経営に出陣するなどの風説があり、経営の人々は信長が経営に進軍してくることが可能であるとは思っていなかった。3月27日、経営に信長はすでに大見に来ており、近いうちに経営にやってくるとの方が伝わり、経営の町は混乱に陥った。 義明はすぐに方向衆など五千人、摂津衆、丹波衆、宇つよりしげ、内藤助安当選七百から三千人を二条城に引き入れた。3月29日の午前9から10時頃、信長は自ら10から12期ほどの友を連れて先陣を切った上で、五千から六千機を引いて計の死骸4分の1時ほどの地点に現れた。正午頃、信長と 明智光秀の調略を受けた荒木村重、細川藤鷹が到着。両名は大阪で信長を出迎えた。こうして信長の軍勢に約1万人が加わり、小田軍は合計1万5千から1万6千人ほどとなった。信長勢は東山、千温院に布陣し、配下の所帯は白川、淡田口、義温、清水、六原、武田などに布陣した。 信長は到着後、代理に黄金五枚を送り、安心されたしと伝言した。敵対はしたものの、吉明は名目上とはいえ正位大将軍であるため、世評を考慮した信長は、光秀と藤鷹を使者として、吉明の元に送り、自らの提発、及び人質を差し出すことを条件にして、和睦を求めた。しかし義明はこれを拒絶し、三十日には、 信長方の京都書次第であった村井定勝の屋敷を包囲して焼き払った。信長は和睦交渉を続けつつも、状況と下行への焼き打ちを命じた。驚愕した慶の町衆は焼き打ち中止を懇願し、状況は銀千五百枚、下行は銀八百枚を信長に差し出した。信長は、 下業の市民を気遣い、銀を受け取らずに焼き打ちは中止したが、幕臣や幕府を支持する商人などが多く住居する状況は許さなかった。4月2日、信長は、柴田勝家、佐久間信盛八谷頼高、中川重政明智光秀、荒木村重、細川藤田から7人に7000から8000の軍勢を預け、市外に放火させた。 翌4日には二条城を包囲し、状況に放火した。この時の光景についてフロイスは、下記のように書いている。これを見た、吉明川では、同書で聞いた恐怖なり、普段の歓声に圧倒された彼らの驚愕は非常な、もので、信長と和平交渉が開始されたという。信長はさらに二条城の周囲に四つの砦を築いた。4月7日、 大町天皇から和睦の勅命が出されると、信長と義明はこれを受け入れて和睦した。なお、信長の二条城の包囲について、久野正氏は信長が義明の挙兵を幕府と武田氏との外交を担当していた、国衆の上野秀政がそそのかしたものと考えて、その排除を要求したもので、 義明と共に籠城していた秀政が信長に謝罪をしたことでこれ以上の攻撃を行う理由を失ったとしている。この秀政は、義明の出頭第一の長身と評価されると共に早くから信長の排除を主張して、比叡山焼きうちの際には、義明の御前で信長を擁護する細川藤高と論争に及んだと伝えられている。信長はそのまま岐阜城には帰らずに、 大見、み、く寺付近へと向かい、近辺の六角吉方が立てこもっていたナマズ工場を攻撃した。信長は、佐久間信盛ガモウカタヒ長ニ柴田勝家に命じて、六角氏を城に追い詰めると、周囲に取り出を築いて包囲した。この時、くだ寺がナマズ工場を支援しているという情報を聞いた。信長は、4月11日にく寺に放火して、 全焼させると、その日のうちに帰還して、岐阜城に到着した。翌日の12日、武田信玄が、品の駒場で病死、信玄の死は伏せられていたが、武田軍は、本国の会に退却帰還した。4月13日、吉明は二条城は安全でないと考え、自身は、内藤貞勝の丹波の城に移り、内藤助安を二条城に入れようと考えた。ジョアンは、 軽々しく動くことは、強打で義明の評判を傷つけると意見し、一方で再び、信長を敵とするべきではないと信言。義明は、この意見を受け入れず、牧刀、秋光の牧刀城に移ろうとしたが、ジョアンが説得して、取りやめになった。5月22日、信長は義明が、再び拒兵した際には、瀬田のあたりで道を塞ぐと予想し、 大軍を古城輸送するため、沢山で大船の建造を開始した。全長三軸県幅七間、路が百長、船首と船尾に矢倉を備えた頑丈な船、という日本史上にも過去に例を見ないほどの巨船であった。信長が大工の岡部又右衛門を統領に任命し、自身も沢山に滞在した。7月3日、吉明は直命を破棄して、再度拒兵し、二条城に、 三淵藤秀、伊勢貞沖らの田、日野照介、高倉久志将などの武家実金衆を入れて守らせ、自らは巻刀城に立てこもった。対する信長は五日に、大船が完成した機械を捉え、翌6日に、大船で、琵琶湖を渡って、坂本城に入り、7日にはけ、明覚寺に婦人して二条城を包囲。翌8日には、信長の誠意を恐れて、 三淵藤秀を除く武将や、君下衆は皆退場してしまい、藤秀のみが立てこもっていた。しかし、十日藤秀は、柴田勝家への説得を受け入れ、二条城を開城した。7月16日、信長は続いて、牧島城へ進軍し、御化粧の柳山に布陣。眼前を流れる宇治川の水位量は、かなりのものだったが、信長は、引き伸ばすようなら自分が先陣を切るといい。 宇治川の戦いの先例に倣って、二手に分かれて川を渡ることと決めた。7月18日午前10時頃、織田軍は作戦通りに川を渡ると、しばし休息し、牧島城のある南向きに隊列を整えた。城から足軽が出てきたが、佐久間信盛八谷頼田からがこれを50ほど打ち取り、織田軍は城を包囲した。城は壁を破られて放火され、 義明は、嫡男の義弘を人質として差し出して降伏した。牧島城の戦いにおける、織田信長軍の進行経路をしかし、勝者である信長は敗者である義明を殺害したり、将軍であるその地位を剥奪したりはしなかった。信長は、将軍殺しのお命を着ることを嫌った、などの説がある。信長は、恨みに、恩で報いると言ったとされるが、二日、橋場秀吉に命じ、 義昭を妹婿である、三好義継の居城を河内和歌江城に送り届けさせた。現在の歴史学では、この際に、室町幕府は滅亡した、と解釈されることが多い。11月16日に、歌江城の戦いで、義継が信長に撃たれた後、義昭は、わずかな謹慎と共に、井、ついで木家と流浪、亡命し、後に、毛利照元を頼って、 ビンゴともにまで落ち延びることとなる。ビンゴに下校した幕臣はわずかで、もはや幕府とは呼べない亡命政権であった。この後、信長は8月に、淀城で、三好三人衆の一人、岩成智道を打ち取り、越前に出陣して、朝倉義影を打ち取り、直後に北大見へ向かい浅い長政も自害させた。武田信玄は死亡し、武田軍は撤退。 三好三人衆の残る二人、三好長一、三好正康は、行方不明、松永久秀、本願寺の総帥たる権威は、信長と和睦し、ここに、信長法移毛は瓦解した。